はい、こんばんは、セカンダリーの幼いと申します。今日はですね、第1回公認心理師受験の手引きが、届いたので、開封してみる、生放送、とのことです。なんかちょっと頭が微妙に見切れてますけれども、まあ気にせず、行こうかと思います。そうです、届いた、つい先日届いたようです。意外とね、まあいいんですけど、あのシンプルな封筒ですね。そんな感想はいいのか、いいからちょっと開けてみるんですけども、あ、そうですね、裏側にいろいろ書いてあります。この封筒の中には下記の受験申し込み書類が入っています。受験の手引きを参照の上申し、申し込みくださいというふうに書いてもらってですね、受験申し込み書と、1受験申し込み書に、写真、受験手数料、振り替え払い込み、受付証明書発布用紙、終了証明書、科目履修証明書、4、実務経験証明書、5、受験申し込み書、記載事項変更届、払い込み用紙、送付用封筒、受験の手引きとの、ことですが入っているということですね。これ全部かな、はい。お、こちらが第1回公認心理師受験申し込み書とのことです。皆さんお手元に届いていらっしゃるでしょうか。こういう感じですね。シンプルですね、意外に。振り仮名、生年月日、性別、本籍、学、現住所、勤務先住所、電話番号、携帯電話番号、受験希望地。あれ？北海道追加になったんじゃないの？それは？まだこれ、あ、そうか、それが半、そうです、つい最近ですもんね。あ、 あとは、受験申し込み区分ですね。区分 A、B、C、D、D1、D2、E、F、G と思いますね。あ、そういえばなんか、あれですよね。鉛筆で書かなきゃいけないのがあるよみたいなのがなんかネットで某、SNS とかで話題になっているようですが、もしかしてこれはこの書類ですかね。申し込み書ってこれかな。あ、裏に書いてある、この受験申し込み書は機械で処理するので折り曲げたり汚したりしないこと、申し込み書の各欄に記入するときには必ず鉛筆またはシャープペンシルを使用すること。これってなんかこっちに書いておいた方がいいんじゃないの。いや、あ、でも下の方にね、以下は必ずボールペンまたは万年筆を使用してくださいって書いてあって、ここまで書いていって、えとかになりますよね。まあまあいいんですけど、ちゃんと全部読んでから書くぐらいのなんか、あれなんですかね、あの資料深さとかを求めてるんですかね。まあ、あんまり変なこと言うと怒られそうですけども。別に変じゃないか。個人の感想です。という書類です。裏はね、なんかあれですよ、区分の説明があったり、あの尾行ということで今言ったように鉛筆で書いてね。でもこれ一番下の、受験したいと申し込みますっていうところの署名するところは、ボールペンまたは万年筆で書いてねと、消せるボールペンはダメだよって書いてあります。あとこれなんだろう、あ、払い込み用紙とかを発布するやつとかですかね。で、裏面がアンケートになっています。見えますかね。今後の公認心理師試験の円滑な運営のため差し、使えない範囲で以下の、アンケートにご協力お願いしますということです。実務経験についてお伺いします。2、現在あなたが保有されている資格についてお伺いします。複数回答か、あなたの最終学歴についてお伺いしますとのことです。でもこれはさ、なんかさ、あ、そっか、でも申し込み書にはそういう学歴とか書く場所ないのか。
して、公認心理師試験、修了証明書、科目履修証明書っていうのがありますね。これは、これは附則第2条に規定する科目。うん。これはあれなんだ。大学名、大学代表者氏名。これは大学とかで処理してもらわないといけない書類なのか。な？大学院用って書いてある。あ、区分 D ね。区分 D 用ですね。そういうのが入ってますね。で、実務経験証明書っていうのがあって、結構これびっしり書くとこありそうですね。うん。それと、第1回公認心理試験受験申込書記載事項変更届っていうのがあります。変更前、変更後というふうにあります。これ何というふうに使うんですかね。この受験申込記載事項変更届は受験申込後から氏名が変更したと、場合などに使用してくださいということが画面に説明がありました。そして、あと、これ受験料とかを払うやつですね。28,700円。あります。うん。そして封筒、封筒です。うん。ね、こう受験とかの書類を入れて送るぽい封筒ですね。うん。これはなんかこういう感じだよね、受験ってって感じがしますよね。うん。ここにもね、受験希望地に北海道がない。え、あれって今年じゃないの？来年？ん？今なんかコメントのようなものが流れてきていましたが、ちょっとそれ確認が必要ですね。弊社ウェブにも官報へのリンクが貼ってありますので、それでちょっと確認を皆さんしてみてください。で、あとは受験の手引き、これは正式なものですかね。テレビ出てましたけどね。あります。皆さんこれをよく読んで、申し込みをされてみてください。ということで、意外ともうお話しすることがない。なので、今日はちょっとただ開封してみた生放送という形になりますかね。はい、ということで今回は第1回公認心理試験受験の手引きが届いたので、開封してみる生放送、ということでした。セカンダリーの幼いがお送りしました。ご視聴いただいている方、ありがとうございました。